BS4 さん、夕暮れの車両基地取りましたと。おお。どこの車両基地だと、宮原か網干かって感じでコメント来てますね。網干。多数決だ。この夕暮れさん、うん、いいですね。うん。ちょうどなんかライトもついてていいですね。微灯もついてて。うん。うん、多数決でこれ網干って感じですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。お、ハナピーさんまた珍しいの取ってきてる。お、大雄山線取ってきましたと。なかなか大雄山線の写真とこない気がします。多分ハナピーさんぐらいかなって感じですかね。翔太さん地元。ほうほうほう。あ、すごい喜んでらっしゃる。確かに静岡県でもこの辺りの人って少ないかもしれないですね。うーん、静岡じゃない、小田原だ、失礼しました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい。シェルンさん、初めてのマンナナ、東京メトロ17000系。え、17000系ってマンナナって言うんですか。また新しい知識を。マンナナ、うん、めっちゃ有楽町線。マンナナ甲子取ったわ、マンナナ秋田わとか。え、何このなんかマウンティングがなんか LINE の方で始まってるんですけど。本当ですね、うん。マンナナ鉄。マンナナ、ちょっと私も使っていきます。うん、私も使いたいですね。ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。お、続いて何、丸々丸袋なんて読むんだと。ん、これ池袋。あ、なるほど、袋の前が全部消えちゃってて読めないってことですね、これ。ああ、本当だ、うん、また出た、方向膜鉄とか。みんな鉄って言っとけばいいんじゃ、いいと思ってるね。ハッピちゃん祭り最高さんって、これ東向こうさんですね。うん、あ、すごい、ちゃんと東向こうさんからみえさん、あやにコメントですね、これ。お、東向こう駅を通過する阪急電車。ちゃんと鉄活して貼りますね、うん、ありがとうございます。はい、ちゃんと見ましたよ。みんなトップナンバーが今日は多いと。確かにねえ、確かに。龍さんかな、郡上八幡と。すごい、長良川鉄道だ。うん、岐阜県の鉄道も結構投稿レアかもしれないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
すごい、何これ、郡上八幡っていうキャラクターが今マンホールにいるってことですかね。かわいい。すごい、こんなキャラクターが、うん、社内にもいる、めっちゃかわいい、うん、すごいですね、しかもさくらももこなんだ、原作が。へぇ、ほんとだ、ほんまですね。グッジョブ八、グッジョブ八幡やったりしてとかすごい、ちょっとこれ見に行きたいですね。うん、私も見に行きたい、うん、失礼しましたすいません。岐阜バス長良川鉄道、すごい、あ、これが岐阜バスと、うん、待って、そしてドローナーさん、こんばんは、職質で出遅れたと職質こんばんは、よかったです、はい、大丈夫ですか、ね、あ、ですごい、京急200型さん、今日またトラック待機場から見てますと、ありがとうございます。そして長良川いいですね。あ、いいですね、うん、お、シェルンさん、日比谷線を走る車両たちと、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、もうこれ写真出てきただけで私誰かすぐ分かるようになっちゃった。すごい。さすがです。京阪急線さんと。9月25日に京阪で白紙ダイヤ改正ありましたと。すごい、ヘッドマークの撮影など。あ、出た京阪と。どうした？うん、ヘッドマークついてますね、確かに、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。名古屋で撮影した団体専用の修学旅行列車、夜明けの刑事さんも久々の喋ってつと、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、今日もいないんですか半蔵門は、とまた待って、鈍行82の連鎖、広崎さんもこんばんは、修学旅行で貸し切りいいですね、新幹線やってみたい、めっちゃいいですね、待って、奥の貨物が気になるとかいろんなコメントが後ろの貨物、うん、さきこさんもななにゃんまるさんも貨物の方注目されてましたね、今、うん、あ、半蔵門のこと気になってる方に言っておくと、まあ、ちょっと旅に出てる感じですか行きっぱなしという、はい、まあ、いずれ戻ってくるかなみたいな感じです、すごい、土日に群馬と長野で七にゃんまるさん撮影してきましたと、うん、今こんな走ってましたっけ、あ、すごい、あ、これなんだっけ、ハイレール1なんとか神戸線走ってるやつですね、おしゃれな車両、うん、お、トッキー、
もうあと2日ほどの命ですかね、これも。ねえ、ですよね。結局この E4 系のお弁当をゲットすることができなかったです。だってあれなんか朝にはもう売り切れしてるんですよね。そうなんです、3回行って3回ともダメってきました、うん、なんと子供がもすごいね、これこの動画はイニオンの走行を見る動画。おさよなら前の、うん、あ解説がついてる、すごい、うわ嬉しい。27年で乗りたかった。と半蔵門の代わりにしげちゃんさん出たらどうですか、楽しみにしていますよそういう機会があればあるか分かんないけど、乗りたかったって人の健太さん、グリーン車乗ってきた、カズさん乗ってないと、うん、あいのさん、マックスは今日乗って E4 系弁当買えましたとコメント。ほんまですか、羨ましい。やっぱ乗れば買えるんですかね、車内販売とかってことですかね。お、撮影場所本庄早稲田付近と、お、ふみちゃん来た、ふみちゃんの貨物列車へようこそ、タイトルがついてる。あ、あれ新幹線だ、ふみちゃんなのに。おー、ほんとだ。あれ、なんか同じように解説がついてる、すごい、すごい。遠征かなと質問が。あ、愛野さんあれですね、駅でイオン系弁当買ったそうです。あ、そうなんですね、うん、私行った時のタイミングですね、うん、急行快速さんも長岡で買いましたってコメントが。あ、いいな、東京駅だから人が多くて。確かに、個人的な思い出、ふみちゃんすごい、貨物だけじゃないねえ、なんか貨物じゃない車両見るの初めてかもしれないです。確かに、この映像いいですね、とつともいい。うわ、この色合い懐かしい。うん、ピンクのイメージ強かったです。黄色のラインもあるんですね。あ、そうですね。おお、お疲れ様でしたと。あれ、最後のすごくびっくりした。すごい、今映像のプロのしげちゃんがおーって言いました。すごい、最後の。お、これはいつものやつですね。いつものやつって言っちゃいけないですけど、なんだっけ、五等分の花嫁ですね、これ。あ、そうですね。うん、分からない。これは2の中野二のと名鉄3300。おお、二のちゃん。全然このアニメは私理解してなくて、タイトルだけ覚えました。うん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 。私もです。お。ピロポンさん、今日も越前鉄道と、あ、越美北線もある、撮影日和と。いつも福井県の写真ありがとうございます。ありがとうございます。越鉄の勝山永平寺線の方ですね。おお、めっちゃ夏雲ですね、うん、めっちゃ
駐車場と。あ、いいですね、これもなんか中井精也並みじゃんと。おお、よし、私も来月帰るから乗ってこようかしら。うん、で最後、あ、すごいいいですね、これ越美北線ですね、秋って感じの。すごい、天才ですか、越鉄、自然鉄、また鉄ができた。ありがとうございます。ありがとうございます。お、うん、A 列車、次の列車が来るからといってフェイントかける踏切そういうこと、なるほど。開かずの踏切、あ、京阪急線さん、こんばんは、寝坊しましたと。あ、おはようございます。もう写真紹介しちゃいましたね。ねえ、うん、お、ハクションさんがすごい、 VR エクスプレス専門線で撮りましたと。北海道知床シャリ、いいですね。本当ですね、なんかめっちゃカメラの音してる。ありがとうございます。ありがとうございます。区間快速準急さん、なるほど、鬼滅の刃に出てくる列車と同じ SL がありますよと。うん、え、流行ってるんですか今そこでコスプレして写真撮るのが。おお、そうなんですか。無限列車編、なるほど、テレビでこの間放送されたからってことですね。うんうんうん、稲妻さん、俺ならコスプレしてやると。マジか、あ、いいですね。鬼滅、そういえば確かに SL ヘッドマークかなんかついた時めっちゃ投稿いただきましたね。ね、なんか九州とか、うん、群馬とかでなんかコラボしてましたもんね。うんうん、すごい、鬼滅で喜ぶ人と全く見てない人にここ分かれますねあ、え、待って、本当になんかそれっぽい感じになってる。うん、え、こういうキャラがいるんですかこんな、こういうキャラいるんですかね。私も見てるようで、うん、あんま見てないんでまだ分かんないです、うん、誰って質問がおーと質問が、まあ、これ多分区間監視局準急さんだですかね、うん、竹加えてた人です。あ、ねずこですか、ねずこのやつをやったんですかねってこと、ここかな、これお、ま、いない気がすると、なんだろう、近場でレンタルとかしてるのかな、そういうあれじゃないのかな、うん、違うかですかね、うん、あきさん、SL 版越物語、うん、自分は見ました、しげちゃんさんは見ましたかと。僕テレビ見はぐりましたね。なるほど、もうやってくる、ちょうどあれですね、セールが続きますね、偶然ですけど。本当ですね、確かに、うん、おしゃ
しい。みたいなのがあったり、あとキャラクターのお小女の部屋があったりして、部屋っていうか、まあ、プレイルームみたいなのがあったりして、結構楽しい車両になってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。鉄道大好き一般人さん、会津鉄道乗り鉄した時と2017年5月、お、先週末行ってきたぞ。これは会津田島駅かな。東部から直通で特急リバティが乗り入れてますね。お、いいですね。お、湯の上温泉駅だ。わらぶき屋根の駅舎ですね。素敵。桜も咲いてますね、この時期。いいですね、なんか春って感じで。懐かしくなりますね。で、わあ、足の巻きだ、出た出たとか言っちゃいけない。ここ猫猫駅長がいるんですね、バスとか。かわいい。で最後が会津若松駅かな、止まったのかな、ここ。ありがとうございます。ありがとうございます。お、高橋さん、12月2日のダイヤ見直しと、そう、ダイヤ改正と言わずダイヤ見直しと言ってますね。これで運転本数が半減する区間が続出と。そうなんですよ、JR 西日本のダイヤ改正今回すごいんですよね。ねマジか、やばいとみんな悲しそうなコメントが。そう、わかります。私もちょっと自分がよく知ってる路線がダイヤがめっちゃ減るんで悲しいですね。悲しい。あ、お、おっと、おっ、お、ちょっと新しいのから、新しい方から。浩二さん、昨日出雲駅で後付けクーラー発見しましたと。後付けクーラー、これされるとあれなんですよね、上の網棚にちょっと荷物置きづらくなっちゃうんですよね。結構大きいですね。さん、車両のない鉄道写真と。あ、もうセンター南駅、なるほど。これ横浜市営地下鉄ですね。グリーンラインだ。横浜の地下鉄って変わってて、路線名グリーンラインとブルーラインって言うんですよね。ねえ、かわいいですよね。なるほど、駅と駅の間の写真ってことですかね、ここ。懐かしい。あ、ドローナーさん、めっちゃ近いと。ご近所ですか。そうなんですね。昔私この辺でバイトしてました、学生の時。私もこの辺ちょこちょこ行ってましたよ。え、センター南、センター北のあたりですか。あ、はい、あのホームセンターとかがあって。確かに買い物行ったりしてました。あのその辺に住んでたんですよ。おお、ニアミスしてたかもしれない。ねえ、本当ですね。プラマさん、過去の写真。
が緑と青があるんですかと、そうですね、横浜市営地下鉄、確かにそのグリーンライン、ブルーラインに、まあ、沿った色カラーリングになってますね、車両も。すごい、ハナピーさんも過去にアーヤンさんとニアミスしてた可能性だと。ねえ、本当ですね。うん、めっちゃ貨物と。あ、めっちゃ。さん N 持ってると、あ、 N ゲージでパー1持って、家パー1持ってるってことですかね。この間急にこの貨物のブッドパイプを落としたかったです。あ、いや、申し訳ない、声が途切れ途切れ。こないだまでしか言います、すいません。すいません。この間の百均に、うん、今流行り の貨物のグッズを買いに行ったんですけど、うん、全部売り切れてて買えなかったんですっていうだけの話なんです。コンテナのカンカンですか。あ、そうです、コンテナです、うん、なんか再入荷の予定はとかまだわかんない。なんかめっちゃ人気だそうです。なんか知り合いとかめっちゃ買ってめっちゃ写真あげてるの見たことありますねえ、うん、みんな買ったよね。あ、みんな、自分も北斗星カラー持ってますとか、あきらさん今日買ったとか、りんやさん全種類持ってるとか、うらやましい。で、みんなセリアのだなとねえ。お、違うの使ってるってことですね、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。ながらまるさん、欠点4科目あってリマン吹き飛んだ、どういうこと。なんかなんか試験のあれですかね。昨日トワガマを取りに行きましたと。あ、なるほど、これが一番メインで取りたかったやつってことですね。すごい、でも鉄道の写真撮りに行くとテストで落ちちゃうんですね。長良丸さん、お金2万円吹き飛びました。多分これ追試かなんか歩行かなんか受けたってやつですね。みんな勉強はちゃんとしといた方がいいと思います。お、すごい、咲子さんだ。養老鉄道、岐阜県来ましたね、もう一本今日は。本当ですね。高級車両同士がすれ違うのがシュールですと。あ、いいですね。本当だ、ひょうたん柄っぽいですね、言われてみると。ありがとうございます。ありがとうございます。そして愛野さんもリバティ両毛と、今日両毛率高いですね。本当ですね、うん、今日ある。ラビットカー
RF&P さん塾から復活と。残念、さっきも LINE は紹介してしまいましたね。こっちも発射。結構みんなリバティも好きな感じがします、コメント見てると。ありがとうございます。ありがとうございます。大鳥さん、すごい、 E4 系で日帰りでニーツの鉄道資料館まで行ってきたと。すごい、行きも帰りも E4 系乗ってきましたってことですね。あ、ニーツに、あれですね、新潟県の新津駅の近くの鉄道資料館、私もここ行ったことあります。かっこいい。昔あそこ行った時すいません、国鉄の OB の方がいらっしゃって、めっちゃ丁寧に説明してくださったんですけど、いいですね。よかったんですけど、ちょっとその後の予定が狂いそうになって、あ、ちょっと焦りました。なるほど、うん、ラテ、撮り鉄ラテさん、今日撮ったやつと。お、ありがとうございます。ありがとうございます。原色さん、ハローキティ新幹線。おお、かわいい。いつか乗ってみたいんですよね、リーちゃんとかミッキーとか。出ると誰か絶対出来たてのポップコーンはいかがって書きますよね。懐かしい、くるくる回してくるやつ、うん、なんかサンリオのお店とかにあるやつですよね。お、ふっくんさん、201系を乗り納め、取り納めしてきましたと。ありがとうございます。ありがとうございます。まさよねさん、のとかがり B 動画、母校最寄りの東金沢通過。なるほど、東金沢のじゃ高校か何か通ってたってことですかね。手が映ってる、スマホ持ってる。本当ですね。あ、朝原さん、はい、S 大学ですと。あ、S 大学。私、北陸の民なので分かりました。お、一瞬で。はい。うん、お、またなんかすごいの言ってる、花ピーさん。抽選に当たってと、撮影会に参加してきました。もうなんか撮影会行きまくってますよね、花ピーさん、毎週。ねえ、すごいですね。すごい、スカショク3兄弟と。こういうのって車両基地のホームページで応募してみたいな感じなんですかね。確かに、花ピーさんいつもこういうの応募されてて、どこで見つけて応募するのかちょっと気になりますね。ねえ、ぜひぜひ教えてください、うん。
ダルさん、今日も今週もいろいろ撮影しましたと。お。うん。梅田ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。あ、ハナピーさん、アイニというサイト、たまに JRE モールで販売するときもありますと。へえ、そうなんですね。チェックしてみます、私。日暮里でまたイオン系撮影と。うん。ここも結構有名撮影地なので、人多そうですね、しばらく。うん、めちゃくちゃ美味しそう。ここかな、なんかこの日暮里駅の近くにライブハウスがあって、そこで毎回よくライブやったことあります。へえ、すごい。じゃあ帰りにこの景色が、あ、そうです、うん、そうです、行き帰りこれを見ながら歩いてましたね、うん、いいですね。はい、子連れが多かったと。なるほど。うん、ここでタイムプラス取りたいと。わあ、いいですね。そしてアーヤンかわよい。ありがとうございます。ありがとうございます。お、自動修正やってみました。うん、これは自分で書いたやつってことですかね。あ、イッチーさん、俺の投稿ですと。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、お、演奏会が始まる。すごい。弾けると、もうみんなすごい、うん、熊谷市の歌これ。なるほど、これはハッチーさん、プレッシャーすごいですよ。おっしゃる通りですね。来週お願い、いやちょっと来出さなきゃいけないから、ちょっと半年ぐらいかかりますね。今度4人で発車メロディーのメドレーを演奏します。すごい。わあ、すごい、レベルが高い。そんな、うん、そんなイベントが。あ、出た出たとか言っちゃいけない、今日2本目ですね。
ございます。お、水風の試運転。おお、かっこいい。すごいかっこいいですね、色も。元松さん、なるほど。近鉄大阪線でアクシデントと、ナバリで大阪難波行きがどっちも並んでますと。あらららら、本当だ。火の鳥出るとなんか焼き鳥とか鳥貴族ってコメント出ますね。鳥で、あれで、火のってことですよね。お、水島さん、213系を満喫しましたと。うん、お、ラマルドボア。あ、これが水島さんの写真かしら。おー、いつもの、うん、あ、すごいすごい、うん、あれの。ありがとうございます。あ、そして岡山続きますね。次はポーチさんの水島通信だ。あ、出た、うん、来ましたと。ありがとうございます。すごい、自分で水島通信名乗ってくださってる。いいですね、かわいいヘッドマーク。交通安全市民運動っていうことだそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。まいぎさん、え、本当だ、短くないですかこれ。短い。そしてこっちはすごい、本当だ。おお、この動画、うんうん、どっちもおーってなりますね、うん、すごい。山中さん、マリンライナーの車内から高松運転所撮りましたと。あると、それよりも貨物が来ると思ったらキアだったところに注目しなきゃいけなかったんですね。
先頭5号車、4号車、3号車の順で1番車の車が1号車です。1号車の席指定です。1番から上側9番グリーンのシート、下側10番から19番通車指定席です。私も初期の座席番号を出してご利用ください。あと、あらかじめ指定席券購入されているお客様につきましては、指定席券の免許を行っております。車掌直前から1年ほど前購入されたお客様、席をご利用されているお客様西日本でよく聞く車ってコメントあるんですけど、結構車内アナウンスで前の車とか車何をつないでますとかって結構西のアナウンス独特かもしれないですね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。八戸田の住人さんが慶応ヘッドマークが多いと。うん、高尾、すごい高尾さんの高尾ですね、これ。あ、萌えよ剣だ、知ってますかこれ。10月に映画始まりますよ、皆さん。でも私見に行く気満々ですんで、ぜひ一緒に行きましょう。いや、一緒に行かなくていいんですけどなんかいろいろタイアップしてますね。すごい阪神タイやってましたよ。あ、本当ですか。なんかコラボポスターって言って、選手がみんなこのポスターになってました。マジですか。そうなんです、はい、1年越しの公開なんで。うーん、あ、八戸田さん俺のですとコメントありがとうございます。あ、こっちも交通安全運動ヘッドマークだ。あ、本当だ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。広作さん、イブニングライナー。え、八谷さん映画に出てるんですか。いや、八谷さんは出てないんですけど、八谷さんの好きな人が原作者、まあ、柴良太郎が好きだからってことです。抽選で当たる八谷さんと一緒に映画鑑賞ですか。ないな、それは。八谷さん一人で映画見るの好きだから。ありがとうございます。結構京成の車両っていうか動画珍しいですね。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。あ、ふみちゃん今日未明すごい福山ツアございます。ありがとうございます。これで一通りでしょうか。ありがとうございました。